普段皆様がご覧になる獅子舞ですが、その裏側を見ることはなかなかないかと思います。本日はその裏側をお見せいたします。裏側はこのような作りになっています。実は下がありまして、このように動かすことができます。この上の赤い紐は何でしょうか？答えは表からお見せいたします。実はこの毛も動物のヤクというものの毛を使っております。先ほどの赤い紐ですが、実は耳につながっていて、このように動かすことができます。普段皆様が知ることのできない伝統文化の裏側でした。